マムートあたりかな。こちらポーラテックスですね。今ここさ M じゃないですよね。お腹きつくなってポーラテックス。もしかして最近もうこう忘年会じゃないけど忘年会続きで昨日届いてちょっと辛かった。かなりあったかいでしょ。あったかいですね。ここのところに今度は12畳の部屋っていうんだけども、こっちにあったかい空気溜まりすぎちゃうと暑いんですよ。だからこれを脱いじゃって暑かったらこれ1枚で勝負すればいいんじゃない。なるほど、すごい、うん、ベストなんていう選択肢。ベストいいよ。全然知らなかったですね。だから今言った体幹部分の温度管理っていうのはベストが一番楽で、タイトに着ても OK な理由っていうのは肩がないから自由度高いんですよ、ベストは。なるほど。だからここの栗がすごく狭いもの、そういうものを選ぶ。すごいな。パタのさ、はい、なんちゃってベスト持ってきて、あのなんちゃってベスト、フォークいい、ね、バター色はもちろんいい。でもこれしかないないの多分極小だったかな。すごい。とか寒いところで酸素の少ないところで一日動けないですよ。休んでる時間がすごい大事だから、それのんびりしてる時に着るものが絶対必要です。今度から奴らとかいらないでしょ。アコンカーガにしても、バスカーにしても何もしない、こう氷河の上でザラッとしてる時間がないんで、はい、紙、そこから A4 の紙出してないとケースで。なるほど。こういうのをいっぱい着ててもやっぱ寒いんですよ。なるほど。だったらもうこの上にダウン1枚ペロッとかして、へぇー、まあ、ベースもそうですけど、もっと増やして休養時間がやっぱ大事なんで。なるほど。で、実の一本です。これがカブリといってベルギーのメガネなんですよね。私がサハラマラソンでしたものの、これはですね、子供用のサングラスです。こちらで、止めます。マジックテープです。かぶりを。子供用のサングラスでした。